君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。それよりこれからサーバ内に潜入するんでしょ。分かってる？中に侵入したら外部とは通信ができない。中でサポートするものが絶対に必要だよ。だから私の代わりを準備したの。ワームモンを一緒に連れて行って。分からないことがあったらこの子に聞いて。私と同じくらいのことは分かるようにしておいたから。よろしくね、ワームモン。任せて、エリカ。驚いた？私、エリカと記憶を共有したの。エリカの記憶からハッキングスキルを学習して、エリカと同じことができるようになったんだよ。ついでに喋り方もエリカの真似してみたんだけど、どう？変じゃない？そういうことだから、詳しくはその子に聞いて。あ、それとこのことがお兄ちゃんにも内緒だからね。ワームモン、その子がアバターに変なことしないように見張りよろしく。ここがハバロンサーバーか。私、企業サーバーへの侵入は初めて。サーバーの中心部まで行ってマルウェアを設置するのが私たちの仕事だよね。ここのセキュリティデジモンはかなり強力だから気を抜かないでね。初めてなのになんでそんなことがわかるかって。言ったでしょ、私は今エリカと記憶を共有してるの。それでエリカの知っていることは私にもわかるってわけ。なんでそんなことができるかって。エリカの記憶はデータ化されてエデンの中にあるんだよ。病気の治療のためにね。だから私と共有化できるの。わからないことは何でも聞いていいよ。私もエリカの記憶サーバーから情報を引き出す練習がしたいし、エリカも君が知りたければ答えてもいいって言ってたもん。エリカは脳の制御がうまくできない病気なの。人の脳は本来使う範囲はとても制限されてるんだけど、エリカの脳はその制御がうまくできなくて、放っておくと機能を使いすぎてオーバーヒートしちゃうんだって。記憶をデータ化してエデンの特別なサーバーに預けることで脳への負荷を抑えてるんだって。エリカは端末を介して常にそのサーバーと記憶をリンクさせていて、時々病院の特殊なマシンで情報の同期や調整をしないといけないの。上白と提携しているセントラル病院でしかできない
特殊な治療なんだよ。放っておくと脳から体の臓器へ送る信号がどんどんおかしくなって体のあちこちが弱っていくんだって。うん、エリカの記憶サーバーから上手に情報を引き出せたみたい。さあ行こう。もうリュウジたちの労働が始まってるよ。この人が組城の幹部、岸辺理恵だよ。今落ち着いて、その姿なら大丈夫。うまくごまかしてね。ゆうこちゃん、こんなところ
ところで何してるのかしら。私との約束の時間よりもまだ早いし、もしかして誰かとで、なわけないわよね。私に会うのがそんなに待ちきれなかったのかしら。ん？でもなんか怪しいんだな。あなた本当にゆうこちゃんね。そうよね。ここにはゆうこちゃんのアバターで、中身が他の人だったとか、まさかそんなことないもんね。なんちゃってそうだったら面白いなって。リアのまうさう、あなたひょっとして、出ちゃったのね。かわいそう。ダメじゃない、ちゃんと休まなきゃ。それなら今日のお約束はキャンセルしましょう。またね、ゆっくり休むのよ。見ていてヒヤヒヤしたよ。なんとかごまかせたみたいだけど、私、あの人なんだか怖い。うわ、エリカの記憶サーバーからものすごい感情データが伝わってくるよ。これが、系列。Oh!